モデルのめるること、生見愛理、21、が11日に、都内で4年ぶりの略開催となる、生見愛理バースデーイベント2023を行った。今月6日に21歳の誕生日を迎えため、ルルは、20歳は体感で3ヶ月ぐらいだった、笑い。自分自身が焦ってたので21歳は落ち着いて一つ一つ、超、やすしに、お仕事をしたいなと思います、と抱負を語った。モデル、タレント以外にも、女優としても目覚ましい活躍を見せている。映画初主演となった、萌花では、オレンジ色で、第46回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。マメルルは、人生で一度しか撮ることができない、光栄な賞をいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです、と喜んだ。受賞で演技に自信がついたかと問われると、ないです、と苦笑いを浮かべ、まだまだ勉強することばかりなので場数を踏みたいです、と意気込んだ。目標とする女優はドラマ、恋です。ヤンキー君と、白杖ガール、日本テレビで共演した、杉咲花。昨日もアカデミー賞終わった後に、見たよって連絡くださって、すごく優しい方だなと思ってずっと尊敬してる方ですと話した。また、アカデミー賞の会場では有村架純からも激励の言葉をもらった。映画見たよ。今のめるるだからできる作品だねってねんってくださったのがすごく嬉しくって。本当に頑張ろうと思いまし、笑顔を見せた。